皆様、ごきげんよう。ごきげんようとは言いましてもね、全然ごきげんは良くないと思うんですよ。まあ、最近のね、暑さときたらないですからね。特にその今年の暑さのこの体の答え方っていうのは、普通じゃないですね。場所によっては40度超えてるところもあるみたいで。まあ、皆さんね、さぞ食がこう、細くなってきてしまっていることでございましょうけれどもね、私なんかはね、その逆でございましてね、 むしろ暑いと食欲がもりもり湧いてくるっていうそういうタイプなんですよ。少なからずこのタイプいるみたいで、だ夏痩せではなくて、どっちかっつうとね、夏太りの方が怖いというですね、もうそんな話はどうでもいいですね。えー、今回も相変わらずラーメン街道をひた走りまして、前回の企画の続きでございます。国道51号線成田方面のこの国道沿いにあります2軒。 今回もご紹介したいいと思いますラーメン屋さんといいますが今回はつけ麺の名店でございますね。つけ麺。たまにはね汁麺じゃなくてつけ麺もいいですよね。それでは前回と同じくですねお店の方から今回も先にご紹介してまいりましょうか。お店の方は爆屋さんといいます、えー。麦の家と書いて爆屋さんですね。 えーまあ、お店についてとかねそういったあの諸々のお話はお店を紹介した後二2軒目のお店に行く時にでも道すがらお話ししてまいりますさて場所なんですけれどもこの51号線の不動橋交差点もうやってきますけれどもここですねでもってですね不動橋の交差点をこう左折しますとここは国道464号線というのに出ます、えー、ここね成田から松戸まで行くんですねなんでこのまままっすぐ行くとね まあ松戸あたりのコンカフェでこうね <laughs> 行かねえよ <laughs> ということでねまあ松戸まで行かずにもうお店はね見えてきてます2車線2車線の4車線なんですが反対側にあるんですねですので途中でリューターンしましてこちらえー、U、ターンしましたねお店の方に向かいたいと思います駐車場はね結構何台も止められるまあゆとりはあるんですけれどもただねここ人気店なんで お昼時のの、ね、混雑してる時間帯になると、割とこと駐車場も埋まっちゃってる時があるんで、注意が必要です。まあ、今回はラッキーなことにこう駐車場空いてましたけれどもね、こちらのバク屋さんのつけ麺のつけだれなんですけれども、魚介豚骨味でございましてね、とはいえ、えー、豚骨味がそんなに強くはないんですよ。ですので、割と食べやすい、えー、というより、むしろ美味しいんですけれども、つけだれが、ね、いいんですね。 当然のごとく頼むのはつけ麺一択でございますさてこちらが爆屋さんですねでは早速中にこう入ってみましょうかさて注文する魚介豚骨つけ麺なんですけれどもあれちょっと値段が高いんじゃないって思うかもしれませんがここの、えー、つけ麺はですね普通の麺屋さんのスペシャルっていうようなものがやってきますチャーシューが3枚入ってきますし味玉が入ってきますしね さらに全部のせっていう岩のりと味玉がもう一個入ったのを頼んでも100円しか違わないので全部のせを頼むのも一興だと思います。まあ、そこはね胃袋と相談してみてみください まあ胃袋に余裕があったならまあ私ならねこうやっていつものように餃子を頼んだりもするんですがここの餃子も割といいですよっていうかね餃子ってあんまりこのいい麺屋さんはやっぱりいい餃子出してくれるとか多いですねあんまり外れに当たったことがないんですけれどもさあやってまいりました魚介豚骨つけ麺並盛りでございますねどうです本当にいかにもこう一般的なつけ麺屋さんのスペシャルっていう感じでしょチャーシューの量がすごいんですよでこれが とんこつのスープですこれがね美味しいんですよ麺は中太麺でねコシがあってまあこれはでもつけ麺はね太麺とか中太麺が大体多いんですけれどもここはね麺にこだわりがありましてねそれはまたねお店を出てからお話をしましょうところでさっきメニューを見て気づきました実は並盛り中盛り大盛りってあるじゃないですか全部値段が同じなんですよですのでね本当に量はお好みに合わせて 大食いの方はね、大盛りなんか頼んでみるのもいいかもしれませんが、大盛りって多分これの倍ぐらいあると思うんですけれどもね、あれこそはと思われる方はね、チャレンジしてみるのもいいんじゃないでしょうかね。ということで、いや、爆屋さん、おいしくいただかせていただきました。さすがは人気店ですね。では、爆屋さんを後にしまして、国道464号線から、先ほどの51号線に戻りたいと思います。51号線を、さらに鹿島香取方面に向かって、 ずーっとまっすぐ進んでいきます、まあ。同じ成田市内なんですけれどもね、ちょっと距離があるんですが、えー、そこにですね、2軒目にご紹介するお店があります。とまあ、その前にですね、ちょっと打足ではあるんですが、先ほどの爆屋さんについてのお話をもう少ししてみたいと思います。この爆屋さんなんですけれどもね、実は1917年、えー、あっ、19、そうですね、えー、大正6年です、えー、に創業しました。 もうそれこそですね、もうロシア革命のあった年ですからね、大正6年っつったら、もう第一次世界大戦中ですけれども、そんな昔からね、やっていらっしゃいます、あの大成食品さんっていう、まあ、有名な老舗な麺、えー、メ,メーカーがあるんですよ、中野日本店があるんですけれどもね、この、えー、大成食品さんの実は直営店がですね、この爆屋さんだったわけですね。だから 私あの、先ほどねあここの麺はね結構こだわってるんですよって言ったのはまあそこにあるんですなんで麺をねちょっとじっくり食べてみてください本当にね老舗の100年以上もね続いている老舗の麺屋さんの麺ですんでね美味しいですよところでつけ麺の麺の量なんですけれどもどうです一般的な汁麺であるラーメンよりも量が若干多いじゃないですかこれ私はねなんでかなと思って ていててまあ勝手にねこう思ってたんですよいやざるそばなんかと同じようにこうスル,スルスルスルってっていくらでも入っちゃうような感じあるじゃないですか。なんでちょっと多めに盛り付けてあんのかなと思ったんですがどうやらことの起こりは全然別の理由から生じてるらしいんですよ。簡単に言うと見栄えの問題だったんだそうです。 普通のラーメンで供される麺の量をつけ麺って言ってそのまんまこう盛り付けるとどうも貧相に見えたらしいんですねそこで麺の量を3割増しにして提供しだしたっていうのがつけ麺の方が一般的なラーメンの麺の量と比べて多くなったのがこれが言われなんだそうでございます他にもですね例えば麺なんかも厚盛りと普通のと今選べるじゃないですか厚盛りっていうのは厚いまんまそのまま供される 普通のはね、一旦冷水で厚い麺を締めて、それから出すって、僕は普通の方が好みなんですけれども、まあ、これはね、えー、人それぞれでございますが、こうしたこのつけ麺のいろんなフォーマットなんですが、つけ麺というものを考案されました、えー、有名なね、あの大正圏の山岸先生が、えー、もう巨匠でございますね、まあ、彼がその昭和の30年代につけ麺を生み出して、もともとはまかないから始まったそうなんですが、もうその当時から、 こうしたフォーマットはあらかたなんですが出来上がっていたようです。えー、そんなことでございまして、ね、私の悪い癖でございまして、いつものうんちくがこうあったところで、えー、ようやくね、2軒目の、そうそう、お店のお話をしないといけませんね。2軒目のお店はですね、つけ麺秋山さんと言います。もう51号線沿いにあります。もう超がつくここも有名店ですね。いっつも混んでますよ、お昼時なんか。人気店です。 この秋山さんはね何がすごいってこれは本当にね貴重なお店なんですけれども僕今まで富里にあります味噌ラーメンの専門店ラーメン屋さんえ太陽のね3ですねそして同じ成田市にありますここは鶏パイタンのラーメンなんですけれども煮干しラーメンも美味しいという広瀬さんとご紹介したと思うんですがこのつけ麺秋山さんもですねご多分に漏れず今お話しした2件、 と同じくですね朝ラーをやってくれてるんですよいいですね朝ラー朝7時から営業してるんですよもうねお店に着いたら上りが出てます朝7時から営業えらい朝からつけ麺ですよねまあこの世界にはいろんな贅沢っていうもんがありますけれどもね朝からつけ麺をすするなんていうねこれ以上の贅沢はね探す方が難しいですよいやーもう素晴らしい この秋山さんはね濃厚魚介系のスープでしてねこれもまた美味しいんですよ、うん、まあしかしつけ麺秋山さんっていうぐらいですからね大将の名前はやっぱり秋山さんっていうんですかねこれでなんか大将のお名前がゲルハルトさんとかだったら嫌ですよね <laughs> なきゃあるかいな、うん、ということでまあ多分秋山さんなんでしょうねええということにしておきましょうまあかんないですけどね、うん いつものパターンですとこういうバカな話をしている間にこうお店の方が見えてまいりましたとかなるんですけど今回はね本当にね道中が長いんですよあのもうちょっとねあとまだこれ車でねあん10分ぐらい先なんでさすがにちょっとカットしますえ本当にねまっすぐなんですよ51号線を成田市街を通過しますともうすっかりね 周りの景色もこう変わってきますけれどもここねもうまっすぐ行くとそれこそ香取とかね鹿島の方に出るんですがここでございます本当にね道沿いだからすぐにわかると思いますこの看板も出てますしねここがつけ麺秋山さんで例によってねこう下の方を見ますと上りが出てますでしょ朝7時から営業中ですよいや本当はね朝7時とかに来るべきでしたよね もうすっかりね、日も高くなった午後に撮影してるんですけれどもね、こうやってテラスでね、食べることもできるんですよ。で、お店の中に入りますとね、こうメニューがあるんですが、小盛り、並、中盛り、大盛りとありますね。小盛りだとね、ちょっと少ないかもわかんないですが、まあ、小食の方にはいいと思います。で、とりあえず、例によって餃子を頼みますね。麺屋さんで出てくる餃子っていうのはね、さっきも言いましたけれども、あんまり外れてないんですよ。 なんで余裕のある時は僕は頼むようにはしているんですここの餃子もねなかなか美味しいですさあではやってまいりました濃厚魚介系のスープがねこう際立ったつけ麺並盛でございますここのね秋山さんのスープこれもなかなか美味しいんですよ是非ねえー、いろんなつけ麺種類あるんですけれどもやっぱりノーマルのつけ麺からまずは食べてみてください、えー、保証します美味しいですよ で、えー、この麺もですね細いんですけれどもいや意外とこのスープに辛みが合うんですねあのー、普通一般的に言うとつけ麺の麺って太いじゃないですかここはね中太麺よりちょっと細いような感じなんですがこれがなかなかどうして侮れませんねスープとの辛みがねいいということはさっきも申し上げましたけれども、まあ、それだけじゃなくてのど越し歯応え パーフェクトですね。素晴らしいです。つけ麺マニアの方もですね、必ずやご満足いただける一杯だと私は思いますね。さあ、えー、というわけでございまして、つけ麺秋山さん、大変おいしくいただかせていただきました。えー、早いもん題ね、そろそろお別れの時間が近づいてまいった次第なんですけれどもね、いかがでしたでしょうかね。えー ご紹介させていただきました。どちらもね、コをつつけがたい美味しさでございます。もういっそのことね、両方言っちゃってもいいんですけれども、つけ麺って割と麺が多いじゃないですか。なんで、えー、1日ニラーはね、難しいかもわかんないですけれども、ぜひ、えー、機会があれば食べてみてください。最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。 えー、ま,だま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 だ暑いですけれどもね、本当に体調管理にはお気をつけください。なんかこれからね、千葉県は台風が来ちゃうみたいですけれども、心配ですね。どうなっちゃうんでしょうか。えー、備えあれば憂いなし。ご用心でございます。それでは皆様、またお会いしましょう。